逆光。こんなことになってしまうとは。最初に狙われていたのは俺なんだ。元はといえば俺が。生命、逆光は助かるわよね。死んだりなんてしないでしょ。ねえ、そうでしょ。お前たち少しは静かにせんか。まずは落ち着くことじゃ。そんなこと言ったって。生命、白虎は助かるのか。正気を完全に取り除くことができぬゆえ、状況はあまり良くないと言わざるを得んな。どういうことだ。おそらく両機の攻撃を受けた際に強力な呪詛に侵されたのじゃ。呪詛？このままだとどうなるんです。もし呪詛を解くことができなければ、白虎の体を正気が蝕み続け、そのまま死に至らしめるじゃろう。白虎が死んじゃうの？爺様の術でどうにかならないんですか？今のところ両機を倒すほか策はない。それもそれまで白虎の体が持てばの話じゃが。時間はどのくらい残されているのだ？この様子ではあと2日というところかの。そんな、どうすればいいのよ。白虎。爺様、ゴーマの剣はいつ頃届くんですか？対猟奇用の剣か。そうよ、あれさえあればすぐにでも。3日かかると言っておったが、もう2日経っておるな。天空にもっと急いでもらうことはできないのかな？それなら私が今から掛け合ってくるわ。それには及ばない。リグを来てたのか。伝言だ。今宵新しいゴーマの剣をコーチンがこちらに持ってくるとのことだ。それは本当か？ああ、間違いない。戦は機を見て行うもの。両機の力はあの旧機よりも強い。ここはゴーマの剣を待つのだ。わかったわ。今夜届くというのなら。仕方あるまい。わかりました、爺様。マサヒロ、今は我慢の時だぞ。わかってる。あいつらにももう一度釘を刺しておくか。白虎は大院と玄武の父親のような存在だからな。あんなことになって熱くなるのもわかる。マサヒロ、両機、今度こそ倒してやる。何か元気がつくものをと思って位置に来てみたけど、いつもより活気がないわよね。並んでる品物も地味だし、みんな元気なくって。うん、それになんだか空気がよどんでいる気がする。これじゃあここで買い求めたものを渡したりしても良くなるどころか逆効果だわ。うん、買うのはやめておこうか。もしもこの淀みの原因が病気の影響だったとしたら、それこそ相乗効果で余計悪くなっちゃうよ。そうね、諦めた方が賢明だわ。それにしても病気の影響は計り知れないものがあるわね。ああ、本当に一刻も早く奴を倒さなければ。
正弘、少しいいか。あ、はい。この間屋敷に顔を出した時だが、なんだか空気が重かったなぁと思ってな。ちょっといろいろあって、あの、そのうち説明します。別にお前を困らせたいわけじゃないんだ。そんな情けない顔をしないでくれ。まるで俺がいじめたみたいじゃないか。すみません。何してるの？香を焚いているのよ。へえ、いい香りだね。あら、落ち葉だわ。部屋にまで入ってきてる。風情があるし、そのままにしておこう。そうね。花舞い散る様子を見るのは私も好きよ。うん、一緒にしばらく見ていようか。どうした、陸吾？屋敷で何かあったとか？いや、逆だ。何も起きてはいないことを知らせに来た。そっか、それならよかった。少し安心したよ。ありがとう、陸吾。お前は気がかりが顔に出やすい。意識しておいた方がいい。え、そうかな。気をつけるよ。結構よく見てるよな、陸号って。こんな時間にすみません、兄上。来てくれて嬉しいよ、正弘。最近なかなかゆっくり話すこともできなかったからね。ありがとうございます。今度は小姫に遊んでもらえる時間にちゃんと来ますよ。ああ、そうしてくれると嬉しい。それで阿部の家の方はどうだい？爺様なら相変わらず元気です。元気すぎるくらいに。そのくせ仕事の依頼はよく俺に押し付けてきますけどね。それだけおじい様は正弘に期待をしているということだよ。私たちも手を貸すから頑張りなさい。はい、ありがとうございます、兄上。まだまだだな。まだまだって、何が？ああ、マサヒロ。いや、お前じゃない、スザクだ。先ほどまであいつと少し手合わせをしていたんだが。こんな時に？こんな時だからこそさ。そうだったんだ、見たかったな。なんだ、興味があるのか？兄上に剣を教えたのってコーチンとスザクなんだよね。どんな鬼師匠ぶりだったんだろうなって。いつか正弘にも教えてやろう。遠慮しておくよ。コーチンか、守備はどうじゃ？安心しろ、天空がどうにか間に合わせてくれた。
これだ。これが新しいゴーマの剣か。ありがとう、コーチ。礼には及ばない。私は剣を届けただけだ。これさえあれば両機を倒せる。そのことについてだが、伝えておかなければならないことがある。何？天空からのことづてだが、十分な時間が取れなかった分、以前の剣よりも力が劣るということらしい。そうか。でも状況が状況だから、それは仕方がない。問題はその分をどう補うかだな。何せ今度の相手は9機以上の力を持っているのだから。どうするつもりだ？赤尾の神の力を借りられないかな。剣に力を込めてもらうんだ。それは明暗じゃ。力を貸してくださればの話じゃが。どうなるかは分かりませんが、とにかく頼んでみるしかないと思います。他にいい方法も思いつかないし。では貴船に行くんだな。うん、早い方がいいと思うし、今から出発するよ。コーチ、陸号と共に正弘に同行してやってくれ。グレンはわしがお使いを頼んでおるのでな。わかった。それでさっきから姿が見えないのか。では頼んだぞ、正弘。はい、行ってきます。急ごう。貴船は遠いから車の助を呼ぶよ。その前に客が来たようだ。客？また会ったな、奉仕。お前は本羽？天馬の片割れか。両貴様の命令で様子を見に来たのだが、勝ち合ってしまった以上、ただで帰るわけにはいかんな。待て、俺はお前に話したいことがある。越衛のことだ。越衛？あの裏切り者がどうかしたか？越衛はお前が猟奇に操られていると言った。妹を殺された憎悪の念につけ込まれ、魂を呪縛されていると。裏切り者の言うことなどどうでもいい。俺は猟奇様の命令に従うだけだ。猟奇はお前の妹ユキの仇じゃないか。目を覚ませ。ユキ。そうだ、越衛が言っていた。猟奇に殺されたお前の妹の名だろう。危険をどうすな。もはや語る言葉を持たず覚悟しろ、奉仕。本羽。想像以上に猟奇の呪縛が強いようだ。そう簡単に解けそうにないな。耳を貸さない以上仕方あるまい。蹴散らすぞ。くそ、やるしかないのか。どうやったら傀儡の術を解くことができるんだ。どうするにせよ、まずはおとなしくさせることだ。ああ、話はそれからだな。ここはまず相手の様子を見よう。くたばれ！って向かってきた。インビシ縛り素案官。防ぎきれないか。一気に決めてやる。また来るのか。返り討ちにしてやる。陸号、槍で攻撃だ。行くよ陸号。分かっている。
これでもう奴は建前。俺はまだ負けていない。まだ戦おうという闘志は立派だが終わりだ。本は まだだ光司、俺はまだやれるぞ。油断するな正弘。うん、このわからずや。ダメよ正弘、あの人をこれ以上傷つけては。アキコ、何をしてるんだ。正弘、これを、この匂い袋を。匂い袋、そうか、エツエが正気を取り戻したきっかけになったのもアキコの匂い袋だ。このキャラの香りは、ユキ。我が封印を解く匂いとなるもの、逃しはせん。リョウキ、私を喰らっても無駄よ。二人を操っても必ず私が目覚めさせる。そしてお前は滅ぶわ。ヒユキ！俺は一体何を。どうやら正気に戻ったようだな。よかった。俺、本は。正弘、どうする。仕方がない、貴船に行くのは一旦中止だ。とりあえず本を連れて屋敷に戻ろう。時間が惜しいが仕方あるまい。正弘、天馬が正気を取り戻したと聞いたが。白虎、そんな体で何をやってるの。休んでないとダメじゃないか白虎。心配するな、こうして起き上がるくらいならどうにか大丈夫だ。あまり無理をしない方が良いのではないか。剣舞の言う通りよ。白虎は早く戻って休んでて。自分のことは自分が一番よくわかる。具合が悪くなればすぐに戻る。それより天馬の様子が気になったな。今のところ命に別状はないようだけど、かなり衰弱しているわ。多分苦物の影響だろう。あの猟奇の術だからな。本、気がついたのね。俺は一体。お前は猟奇の苦物の術で操られていたのよ。エツエと同じように。エツエ、そうか、そうだったな。クソ、なんてことだ。とにかく正気に戻ってよかった。エツエもそれを望んでいた。あいつは、エツエはどうなった。残念だけど死んだわ。あの時最後の力で私たちを脱出させて、その後すぐに。そうか、雪に続いてエツエまで。正気に戻るのが少し遅かったようだ。自分が不甲斐ない。エツエも、そしてお前も、アキコの匂い袋がきっかけで正気に戻った。
これには何か訳があるのか。ユキの術だ。両家に殺されたというお前の妹か。エツエに聞いたのか。そうだ、俺の妹ユキは両家に殴り殺しにされた。その時憎悪の念につけ込まれて、俺とエツエが両家の傀儡に陥るのを予想したのだろう。なるほど、天馬の最後の力を使って両家の術を解くための鍵をお前たちに仕込んだというわけか。その通りだ。それがキャラの香り。ああ、ユキもキャラが好きだった。それにお前はどこかユキに似ている。私が？ユキは全て知っていたのかもしれん。俺とエツエがお前たちに出会うことも。俺たちに？リョウキを倒しに行くのだろう、奉仕。ああ、ならば俺も同行させてくれ。この手でユキと、そしてエツエの仇を討ちたい。その体では無理だ。それに俺たちには時間がない。ビャッコは両機の呪詛に侵されているんだ。両機の呪詛？そうだ。しかも我らが明日の朝までに奴を倒さなければビャッコの命が危うくなる。俺たちは今晩には出発するつもりだ。貴船の最新に剣に力を込めていただいた後、そのまま大文字山に向かうつもりだ。残念だが、その体では連れていけない。むしろ足手まといか。正直に言うと、そうだ。マサヒロ、本当ならこんな言い方はしたくないんだけど、状況が状況だからはっきりさせておきたい。俺たちは少数精鋭で吸収しようと思ってる。万が一こっちの動きを両機に蹴取られて策を弄されると厄介だから。そうか、分かった。ならば俺はお前たちの武運を祈っていよう。ちょっと待て、今の話俺は聞いていない。俺はその中に入っているのだろうな。入ってないよ。俺とモック、それから玄武と隊員だけだ。それだけでは心配だ。俺も一緒に。ビャッコ！やっぱりまだ起き上がるのは無理だったんだ。早く戻って休んでくれビャッコ。だが、こんな体のお前を連れて行けるわけがない。両機は我らだけでやる。今回は俺たちに任せておけ。もう時間もないことだしな。心配するな。両機を倒してきっと無事に帰ってくる。じゃないとヤッコも助からないからね。マサヒロたちに任せましょう、ヤッコ。わかった。ところで何してるんだ？なんでもないわよ、別に。ぼーっとしてただけ。あ、もしかして風読み？何を調べようとしてたんだ？両家が今何をしているか分かればいいなと思って。すごいじゃないか。そう？でも結局わからなかったんだけど。それは仕方ないよ。
涼希は自分で作った結界の中に潜んでいるんだろうし。あ、そっか、それもそうね。そんなことより自分の力だけで涼希の動向を探ろうとしたっていうだけで俺はすごいことだと思うよ。本当に？じゃあもう一度挑戦してみようかしら。うん、頑張って隊員。正弘様。あ、大丈夫か。お一人で何をなさっているのです？うん、大したことじゃないんだ。ちょっと考え事だよ。そうですか。よろしければ聞かせていただけませんか？大将のことを考えていたんだ。私のことをですか。正面から言われるとなかなか面はゆいものですね。何事にも動じないし、いつも大間ですごく冷静に見えるから、どうやったらそんな風でいられるのかなって。なるほど。僭越な言い方ではありますが、ちょっとした秘訣をお話ししましょう。ぜひ教えてよ。何も考えず心を空にして無に近づける。そして物事を高みから眺めるのです。そうするとさじにこだわって周りが見えなくなっていた自分に気づき、落ち着きを取り戻せますよ。そうか、なるほど。なんだか難しそうだけどやってみるよ。ええ。